宮城県立資格支援学校は、宮城県仙台市青葉区にある県立特別支援学校、旧称宮城県立盲学校、資格障害を教育対象としている。1903年5月に、折松太郎がキリスト教会内に開設した盲人日曜学校と、1906年4月に菅原通が自宅に開設した私立推し人学堂が前身となっている。 井松太郎が市内東6番に開設した学校は市立東北盲人学校となり東2番町20人町小田原混合院町新町と移転を繰り返した一方菅原2の開設した押人学堂は北4番町の自宅敷地内に隣接していたそして九百十四年四月劇場に宮城県立盲和学校が開設されこれと オリーマツの盲人日曜学校、菅原通の私立推し人学童が合併する形で学校経営がなされた。資格等の障害を克服して調和の取れた人格の形成に努め、社会の一員として自主的、積極的に生きる人間を育成する。宮城県立盲学校には1937年と1948年の二度にわたってヘレン・ケラーが訪れている。 その関係から、もともとは同一の学校であり、後に分離した宮城県立老学校の校庭には、ヘレン・ケラーの来校を記念してその銅像が存在している。ありがとうございます。